コミックゼロサム。私の幸せは今ここに。我がスメラギ家の忠実なる家臣、浅葉家の大岡姫よ。急な話ではあるが、隣国瀬名へとついてくれ。私よりも思う方ができたと。婚約を保護にされてから半年、突然の召喚がまさかこんなお話だなんて。ほんの少しだけ期待していたなんてバカみたいね。瀬名国の王子が強く望んでいる我が国へ侵攻しない条件なのだ。君とて民を戦火に巻き込みたくはないだろう、大岡姫。私の名にちなんで送ってくださった者たちも、今日が誕生日であることも、もうどうでもいいことなんでしょうね。それでもあなたと民のためになれるのなら、私瀬名国に嫁ぎますわ。さようなら、スメラギ様。ずっとあなた様をお慕いしておりましたわ。そうして文官の父も巻き込んだ婚姻話は、桜が散るよりも早く進み、大岡と共に瀬名国へ行くぞ。瀬名国へ嫁ぐ日が来た。大岡と申します。よく来た。慣れぬ土地だ。まずは休み、疲れを癒せ。ありがとうございます。明るい声色。婚姻が和平の条件であるなら愛想よくしなければと分かっているけれど、桜の花びら。ああ、ちょうど見頃だ。この国にも桜の木が。おうか、お前の名と同じだな。はい。おうか。また仕事を抜け出して来られたんですの？ちゃんと終わらせてきたさ。春人様は仕事の合間を縫ってこうして会いに来てくださる。お仕事お疲れ様です。お和平の条件だった割に私を政治に使う様子もない。一度尋ねたけれど、私は父と違い外交の経験も戦の知識もございません。国を支えるのは武力だけではない。それならどうして私を。それでな、桜が咲く間だけ出る団子があってな、見た目が花と同じ色で愛らしいぞ。まあ、それは食べてみたかったです。よし、行くか。今からですか？急がんと、今年の桜の季節が終わってしまうからな。お待ちください。私、このような格好は初めてで。ふむ、何を着ても似合うな。ありがとうございます。そういえば、スメラギ様に姿を褒めていただいたことってあったかしら。春人様に施していただくたびに重ねてしまうなんて失礼だわ。早く忘れなければ。いずれ国に尽くす立場になるのだと幼い頃から学んできたけれど、実際に町へ降りるのは初めてだわ。すごい賑わいと活気ね。はぐれないようについていかないと。はぐれないようにな。はい。お、これもうまいぞ。あの春人様、私たちはお団子を食べに来たはず。甘くてうまいぞ、ほら。おいしい。これが気に入ったなら向こうの通りの砂糖菓子も。こんな軽装も食べ歩くことも初めてだけれど楽しい。よし、桜団子を買ってくるからここで待っていろ。はい。どうして一緒に連れて行ってくださらないのかしら。一緒に行きたかった。優しくされて心を許すなんて単純すぎるわ。でも春人様といると温かくて落ち着く。あんた見かけない子だね。まだ瀬名に来たばかりでして。
よね。うん、細っこいね。ほら、お食べ。ありがとうございます。わあ、美味しいです。そりゃよかった。その団子はね、桜の木の成長を祝うものなんだよ。そうなのですね。こんなに桜の木があるなんて驚きました。なんでも春人様が留学先で桜の花に惚れ込んじゃったらしくてね、戻られてから増えたのよ。でもね、ここだけの話、惚れ込んだのは桜の木じゃなくて、その国のお姫様らしいのよ。ん？それって先日お越し入れされた？噂だけどね。え？そんな話、春人様は一度も。留学といえば確か、祖国に留学として来られた男性とお会いしたことがあったけれど、すでにスメラギ様の婚約者だったため、男性と親しくすることはなかった。私、スバル様のために頑張りますわ。結局、スメラギ様は振り向いてはくださらなかったけれど、無駄なんかじゃなかったんだわ。だって、おうか、春人様に見つけていただけたんだもの。お帰りなさいませ。おう、亭主が不在で団子は買えなかったんだが。思った通りよく似合う。あの、どうだ、景色がよく見えるだろう。これから俺とお前で支える国だ。はい、髪留めありがとうございます。お、ですが、今度は私も連れて行ってくださいね。この方と共に生きていきたい。ああ、もちろんだ。大川は留学中に外交を学ぶため指示した浅葉殿の娘だった。婚約者だという王子の態度はいつ見てもひどいもので、ねぎらいの一つも見たことがなかった。俺だったらもっとたくさん笑わせてやるのに。あの頃からずっとそう思っていたから。やっと叶った。春人様。ん？元気のない気があるんだが、お話し中に申し訳ない。いや、どこのだ。東町の3本目で。桜の木なら祖国にもありましたし、私も勉強してきたから役に立てるかもしれないわ。悪い、様子を見に行くからお前は先に。私も連れて行ってください。ん？あんた見かけん顔だが。春人様の妻の大岡と申します。姫様だったのかい？とんだご無礼を。頭を上げてください。この格好は事情がありまして。姫様にお目にかかれて光栄です。遊びに来ていたのにいいのか？ん？はい、春人様とこの国のために頑張りたいのです。そうだ、このまっすぐさに俺は。あの頃はできなかったけれど、これからは俺が守れるのだ。よし、行こうか。はい。数年後。では、貿易の手はずはそのように。スメラギ様、こちらの提案を飲んでくださり、感謝いたします。いや、とてもいい取引だった。今後もよろしくお願いいたします。彼女と、その父である浅葉殿を傘下につけて以来、セナ国が外交力で他国を圧倒していることは知っていたが、これほどまでとは。我が国の国情が悪いわけではない。だがセナ国の足元には到底及ばね。もしあのまま王家と国を治めていれば。では私は失礼いたします。あ、今さら何を言うというのだ。自ら嫌って遠ざけ裏切って傷つけた上に、断れぬ婚姻を押し付け、生まれ育った国さえ追い出した私を、きっと王家も恨んで。スメラギ様、お元気で。おう、春人様。終わったか。はい、待っていてくださりありがとうございます。子供たちも待っているぞ。本当ですか？スメラギ様とお会いするのはあの日以来だったけれど、きちんとできたわよね。こんなに穏やかな気持ちでスメラギ様と再会する日が来るなんて
思いもしなかった。きっと春人様がいてくださるからね。安心できるって素晴らしいことだわ。何を考えているんだい？幸せをかみしめていたんですわ。へえ、そりゃよかった。お母様、見て、チョウチョ。あのね、さっきお花の蜜吸ってたの。ああ、とっても綺麗だわ。こんなにたくさん摘んでどうしたの？内緒。ん？お仕事ですか？仕事より大事なことだ。明日の誕生日は楽しみにしていろ。ああ、主役のお母様には内緒って言ったのに。あ、しまった。つい。もう。果実水やるからな。忘れてしまいましたから大丈夫ですよ。本当？じゃあもっと積んでこよう。うん、おじいちゃん行こう。国と民のために尽くせる環境や大切な家族との穏やかな日々、あの国ではきっと得られなかったものばかりだわ。おうか、来てろ、まだ冷える。やっぱり私幸せですわ。何より私の横にはいつもこの温かい笑顔。そう、私の幸せは確かにここにある。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらだ。グッドボタン、コメントもよろしくお願いいたしますね。